皆さんこんにちは。 e-smile 国際矯正歯科の有本博秀です。オーラルパワーの学校へようこそ。今日はですね、マスクの下で何が行われていくかの話をしたいと思います。今週5月18日月曜日の目覚ましテレビでやってたんですけども、モンゴル医科大学の岡崎先生が監修された特集がありまして、マスクをしていると口呼吸が多くなってるんじゃないかというお話がありました。で、目覚ましテレビでも、マスク装着時に鼻と口でどちらで呼吸してますかというアンケートを取られてたんですけども、なんと、鼻で呼吸してるのは 33%、 口呼吸は 60%、 どちらかというと口で呼吸しているというのが 7% もあったということで、約 70% 近くがですね、マスクをしていると口呼吸になっているというような、調査結果があったんですよね。で、これもともとマスクをしてなくても口呼吸の癖のある人っていうのはいらっしゃると思いますので、マスクのせいばかりとは言えないかもしれないんですけども、マスクをしていると確かに少し鼻が抑えられますし、やはりその空気の圧が違いますので、息がしにくいということで、口呼吸が多くなるんじゃないかというふうに考えられます。お母さん、はい、今鼻と口どっちで息してますか？口で息してます。ありがとうございます。私ずっと多分口開いてると思います、マスクの中で。マスクしてたらどうですか？開いてます。で、今日はですね、口呼吸がなぜダメなのか、ダメな理由、そして、改善法の1番として、筋トレ編、改善法の2番としてアロママスク編ということで、解説していきたいと思いますので、最後までご覧ください。ではまず口呼吸がダメな3つの理由というのがあります。1番目は、乾燥するということですね。口の中が乾燥する。2番目は無防備ということ。3番目は口の周りの筋肉の働きに影響するということなんですが、まあ、口の中が乾燥する、口呼吸だと乾燥しやすいんですね。で、マスクをすると乾燥しにくいというふうにも考えられるんですけども、口で息をしている限り、鼻呼吸よりもはるかに口の中は乾燥します。で、乾燥するとなぜいけないのかということなんですけども、まず、乾燥すると虫歯や歯周病になりやすくなる。つまり、虫歯や歯周病を防いでいるのが唾液の働きなんですよね。唾液の抗菌作用であったり洗浄作用であったり、まあ、そういったものが、減少するために、口の中が乾燥すると、虫歯や歯周病菌、虫歯菌や歯周病菌の繁殖が多くなってしまって虫歯や歯周病になりやすいというようなことが言えます。で、その次は、まあ、無防備ということなんですけど、空気中のばい菌やウイルスも含む、あるいは、アレルゲンですね、花粉とか、まあ、そういったホコリとか、まあ、そういったものが直接喉に当たってしまうわけですよね。まあ、そうすることによって、風邪やインフルエンザ引きやすくなったり、あるいはアレルギーを起こしやすくなったりするということです。まあ、鼻呼吸であればこれは天然のマスクですので、鼻粘膜でガードされたり、あるいは鼻毛ですよね、鼻毛のところでそれ以上体内に侵入しにくいようにガードするという働きがありますので、まあ、そういったものが口呼吸だと直接入ってきてしまうということが言えると思います。で、この3番目、口周りの筋肉ということなんですけれども、まあ、これは僕たち矯正医にとってはやはり非常に重要な部分でして、姿勢や歯並び、顔のシワやたるみ、それから、無呼吸症候群ですね、まあ、こういったものにつながるというふうに考えられるわけです。口周りの筋肉がたるんでしまうということなんですけども、なぜそうなるのかということなんですが、まず鼻をつまんでみたら、鼻をつまんでみると口で息するしかないんですよね。で、口で息をするときに口で息をしやすい姿勢っていうのがあるんですけど、まあ、こう横を向いたときですね、姿勢よくこういうふうに座ってると、こういう姿勢だと鼻で息をせざるを得ないんですよね。で、この状態で鼻をつまむと息がしにくいので口で呼吸することになります。口で呼吸するとですね、口が開いてくる、口がポカンと開くと姿勢がこういうふうに変化するんですよね。これが口呼吸の姿勢になります。
でこういう姿勢を成長期ずっと取ってることによって顎顔面の成長発育にも影響することが考えられますし、口腔周囲筋あるいは舌の筋肉、まあ、この辺の筋肉の発育にも影響するということになってくるので、結果的には歯並びにも影響するというふうに考えられています。まあ、またその口呼吸がね本当に歯列に影響するのかっていうようなことは、エビデンスとしてはまだまだ議論されている部分なんですけども、確かに歯並びの悪い特徴的に歯並びの悪い人は、口呼吸の方っていうのは非常に多いので、まあ、そういうところも気をつけていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。ではそれをどうやって防ぐのか、今マスクをしないという選択肢ももちろんあるんですけども、マスクやはり、まあ、コロナのこの影響で、皆さんされてますよね。実際にマスクがその自分を守るために、役に立ってるのかっていうのはいろいろ議論があるとは思いますが、まあ、他人にうつさないであるとか飛沫感染を防ぐという意味においてはマスクをする必要がある。ですのでマスクをやめておくというのがないとすれば、じゃあどうしたらいいのかという話ですね。その改善法その1として、筋トレ編ということなんですが、これ皆さん聞いたことあるかもしれないんですけども、口腔周囲の筋肉を鍛える、でベロの筋肉を鍛えるアイウベ体操というのがあります。今井先生が提唱されているトレーニング法ですけども、こういうふうにアイウベというふうに、思いっきり表情を作ってですねトレーニングするわけですね。まあ、これこれを1日10回かける3セットをすることによって表情筋を鍛えるということですね。そうすることによってお顔の周りの筋肉がしっかりと鍛えられますので、まあ、シワやたるみにも効くというふうに言われていますし、もちろん、鼻呼吸をするためのトレーニングにもなるということです。でさらに、番組で岡崎先生がおっしゃってたのは、マスクにアロマのミストを作ってですね、そのスプレーをマスクに吹きかけることによって、鼻が通りやすくなるというふうな、まあ、そういう工夫を伝えられてましたので、実際に作って、試してみましたのでご紹介したいというふうに思います。じゃあ今からトリートメントコーディネーターの奥川さんにユーカリの、スプレーを作ってもらおうと思います。まず、この瓶にですねトータル 30ml の瓶ですので、6ml 入れますね、まずね。で、そこにこのオイルを6滴垂らします。これひっくり返すとドバドバと出るので注意しながら、そんなにたくさん入れる必要はありません。はい、このぐらいで大丈夫だと思います。で、一遍蓋をしてよく振って混ぜてください。で、オイル、アルコールですので、溶けやすいということですね。で、そこに、30ml 1杯になるまで、精製水、まあ、お水ですね、お水を足していきます。水道水でもいいですか？水道水でもいいと思います。ちょっと適当ですけど本当はあの滅菌精製水、まあ、今使ってるのは滅菌精製水ですけど、あの蒸留水がいいとは思います。はい、いっぱいになりました。そしたら蓋をしてもう一度
よく振って混ぜてください。はい、これで出来上がりです。さあじゃあマスクにシュッと。お、いい匂い。ユーカリなかなかいいでしょ、うん、ユーカリいい匂いがします。これうん、いい匂いですそれ誰が映ってるの撮影者の声ですユータリプチュ、いろんな種類を作りましたので、イースマイル国際矯正歯科に来られた患者さん希望される方にはあのマスクにシュッと一吹きしていただいて構いませんので受付でおっしゃってください。私のおすすめはユーカリとレモンを混ぜた匂いです。よかったら試してください。私たちのおすすめはペパーミントレモンです。今回使ったアロマの精油です。だいたい1200円から1300円ぐらいとなっています。よかったらあの下に Amazon リンクを貼っておきますのでそちらから見てみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。マスクをしてもですね、鼻でしっかり息をしましょうということで口呼吸を防ごうというお話でした。まあ、口呼吸がダメな3つの理由としては、まあ、乾燥をする、無防備である、そして口周りの筋肉が鍛えられないということですね。まあ、それを改善する一つの策としてアユベ体操、そして、アロマミストを作ってマスクに振ってみるという方法をご提案したいと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。オーラルパワーの学校ではこれから矯正治療を始めようという方、すでに矯正治療を開始されているという方に対して、有益な情報をこれからも配信していきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。